とうございます。2017年9月の25日、8時42分です。よろしくです。おはよはい、まず頭痛良くなったよ。大丈夫だよ。薬が効いたみたい。お風呂入ったあたりから良くなったか、お風呂が効いたのか、頭痛薬が効いたのか、どっちか分かんないわ。どっちなんだろう。頭痛とかあんまりないのに。今日は変だったな。嘘、ヤムさんありがとう。ありがとう、アイテム。初アイテム買ったの？ありがとね。いや、謝らないで。アイテムをくれるの多いも少ないもないから。チップだから。謝らなくていいです。はい。ありがとうございます。なんでくれる人ほど謝るんだろう。くれない人ほどずうずうしいんだろう。すげえ嫌い。この文化。アイテム投げてる人はオラついていいっすよ。
おはよう。ワドさんの配信聞いてるのが楽しくていつも潜りにします。ありがとうございます。いろんな楽しみ方あるよね。全然大歓迎ですよ。おはよう。はい、ワトツー、だんだん、おはよう。でも楽しい。よかった。また抜けた。お腹また抜けてんじゃん。とや。また抜けちゃったの？大丈夫？お腹生えてこないね。抜けるね。生え変わりかな。ああ、生え変わってるね。大丈夫だね。すげえ抜けるな、サカ。生えてきてるか、新しいの。
暇じゃのう。あと1時間か開店まで。のんちゃん病院着いたかな。のんちゃんはあのミュウツーっていう配信者わかる？俺のアンチ活動ずっとやってる配信者いるじゃん。そいつを100発以上殴った100発以上殴り続けてあのダメになった。拳がいかれた。のりこ百裂拳って呼ばれてるね。攻撃する側のダメージってあれだよ、あの拳って結構折れるよ。攻撃する側の方がダメージでかいって言うけど、だからバンテージ巻いたりグローブをつけるんだよ。あれって殴られる方を軽減するためじゃなくて拳を守るための道具だからね。そもそも相手の方は大丈夫だと、男だもん大丈夫でしょ、うん、攻撃する側っていうか拳で鉄殴ってごらんじゃ頭蓋骨とか壊れるよ簡単に。普通によくあることだよ。いやあれは笑うよね。何回見ても爆笑するよね。何回見ても笑うもん。はい、ワード筋肉取れてない。むしろ今日痛いよ。今日が本ちゃんぐらいの。さっき胸とか肩とか運動したからほぐれたけど、
太ももとかがもう全然ダメ。筋肉ちょっと動くといいんだよね。ストレッチしないとね。で今度あれだよ、そのミュウツーとキックボクシングやるんだよ。ドレさんの企画でミュウツーと殴り合い。なんかドレさんが企画してて、お前もうミュウツーボコボコに やっちゃえよっつって、で1時間3万ギャラ出してくれんなら行きますよっつって、やりますよって言って。で、やることになった。でも向こうがあれだよ、OK 出すかどうかは知らんよ。それは俺の問題じゃないから。俺は OK 出したよ、以上。ドレさんとは、その、ギャラもらえるんならやりますよっていうことは言った。ビジネス下手な格闘家より稼いでるでしょ。だからドレさんの放送で回して、まあ花火で儲けてくださいって言った。いや、それが最初は嫌がってたらしいよ。最初は嫌がってたって聞いたよ。ドレさん主催で、そののんちゃんの拳が壊れた相手、要は俺のアンチと、なんか格闘技で蹴りつけようっていう。蹴りつけようも何も、俺粘着されてるだけなんだけど。ちょっと勘弁してほしいよね。土下座させれば、いや別に土下座とかっていうか、まずそのまあ非常識だよね。彼は普通に人間としてダメだよね。別に土下座強要とかするつもりないけど、負けたら土下座しろとか言わないけど、絡まないでほしいかな。 普通にいつも言ってることなんだけど、絡んでくんなっていう。俺とドルさんがやったら勝ち目ないです。釘バット持っていいよって言うんだったら、勝つことはできるかもしれないけど。釘バットと思っても下手したら負けっかんな。ああ、痛い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 。お尻も筋肉痛。痛い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 。これ。
シャドウ再開だよ。シャドウボクシングやんないとね。まあ正式決定したから練習するよ。今やってもしょうないから。あのね、ミューツ立つにまたスパお願いしようかな。ミューツーを俺はもうボッコボコにするよ。あ、テルとは遺恨はなかったけど、あ、正直言うけど、うんこちびるぐらい殴りたいと思ってるから。だから別にミュウツーに関してはバーリトゥードで全然やりたいんだけど、馬乗りになってボコボコに殴りたい。もう止めんなよみたいな。クソ腹立ってっかんね。どれの枠でちょうどその話題してた。ミュウツー来てた。どうなってる？あ、見に行こうか。さあどうなるかな。今から電話かかってくる。おいトト、花火ありがとう、おかえり。いや、粘着配信者は俺の、ずーっと嫌がらせされてんの。何買ってきたの、お買い物は。卵とか、あーそうなんだ。はいはいはい。じゃああれか、ご飯と普通にお買い物だ、スーパーとかコンビニとかで。帰り、確かに天気暗くなってきたな。あんまり良くないのかな。ねえ、まだ曇ってはいないけど、その天気暗くはなってるな。曇ってきてるね。曇ってきてる。ああ、曇ってるじゃん。曇ってるわ。オペ明日だね。いや、なんかね、今日病院に行ったよ。で、多分今日の検査結果じゃん。再検査じゃないかな。でも2日経ってるから、ある程度ちょっとくっついてる可能性あるからね。のんちゃんはミュウツーのことを100発殴って拳折れちゃったの。それで多分手術になるって。うるせえよお前、ブロック入れるよ。どうでもいいから消えろ。少なくともおめえより人集まるわ。おめえ70人人集められんのかよ。そうなんだよ、もう大変なんだよのんちゃん。でも女の人で自分の拳が壊れるまで人を殴るってすごいよね。
これね、アメリカンスピリットのメンソールライトっていうやつで、緑色の濃い、こういうパッケージ。結構タバコ好きには有名。アメリカンスピリット。利き手を骨折はね、まあ、素人の人はほら、利き手で殴るから、利き手の小指の、ここかな？付け根の部分というか、剣、なんつうんだ、ここ。ぶっ壊れてる。はい、気持ち悪い。心配だよね、ちょっとね。ちょっと心配。のんちゃんファイト、いや戦って拳壊したんだって 戦って拳壊したんだよ。ねえ、あいつムカつくよね。気持ち悪いしね。もう生理的に無理だもんな。もう殴られてるの見て腹抱えて笑ったよ。あの動画は何回見ても笑うよね。もうミュウツーでまさか腹抱えて笑うことがあるとは思ってなかったから。そう、面白かったよ、本当。のんちゃん、切れると怖いっていう方から、もうすごかったよ。閲覧数、とんでもなかったもんね。いや、もう腹抱えて笑うよ、ととさ。のんちゃんがフルボッコにしてるの。超面白いよ。はい、ワード2。ね、気持ちわかるよね。そう。だからもうアンチに言ったもん。もう俺の枠二度と見なくていいよって。ミュウツーでも囲ってろよ、気持ち悪いからっつって。これで笑え、なんかね、笑えないですよ、暴力事件ですよとかにわかが言ってて、もうお前らもういいよって、俺のリスナーやめちまえっつって。こんな面白い動画で笑えないんだったら俺の枠来んなっつって。何がしたいんだろうね、気持ち悪いよね。後で録画、録画じゃなくてね、YouTube だ、だね。俺の枠では見れてないから、俺の枠では、その、のんちゃんが殴ってるところは映ってないよ。ただ、音声は一番綺麗に撮れてるのは俺の枠。そう、のんちゃんの怒りの声。見る？のんちゃんの怒りの声を。あ、人として最低な野郎だから殴られて当然だよ、あんなの。ざまあだよ、ほんと。あんなに気分がスカッとしたことはないよね。もうみんなで爆笑したもん、これ。これが、その時の、フットサルの会場に行く配信なんだけど。LINE？ いや、俺、運動神経ないから。別の配信者が撮ってる動画は、そののんちゃんが殴ってるの映あんっまてんだけ俺。ど、俺の方は映ってない。これかな？この辺からか。YouTube で、のりこ VS ミュウツーとか、の、なんか、の、和道彼女とかで出てくるんじゃないかな。
ブルブル震えてたから。階段きつ。いや、プロレスの入場曲つけるべきだよね、これ。のりこ百列拳。まだ早かったかな。でここに駐車場あんじゃん。ね。まだ前の人使ってるから別のところ移動しとく。待ってる、ここで。ここでいいの？ほら、明らかいるわ。うん。ここでいいでしょ、たぶん。おはようございます。クソがいる。いいよ、いいよ、いいよ、今いいよ、今いいよ。どいつやん。おい、おい、おい、まあ、何やってんの。おはようございます。おい、いいよ、いいよ、いい加減しろよ。何粘着してんだよ、ね、殴る蹴りをずっと続けてるからね。行くよ、行くよ、っていうような状況だったのね。あるかな、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これか。で、飲んじゃん、拳ぐちゃぐちゃになっちゃったよ。それで。あるかな。ちょっと待って。今探すよ。いや、ざまだよね、本当に。もう払いたいもん、これに関しては。で、これが面白いんだよね。あれ？動画がないな。あ、これこれ。ちょっと待って、キャプチャーしますけど。ちょっと待ってね。アメリカ人の YouTube ね、これ。アンケートね、あれすらよ、ちょっと見てみましょう。のんちゃんが何回殴ったかカウントしてんの。続きだから、これ。あ、続きだ。ポッくん、今、ガブさん、今、トイレ行ってる。ルシール持っていけば。寝てる？え、ガブさん寝た？ポッくん来たのに寝たの？ポッくん、ガブさん寝たよ。嘘や。俺のが眠ってる。あ、でも一応やっぱアキラッパ止めようとは考えてるんだね。へぇ、アキラッパおる？アキラッパおらんくない？アキラッパがこれ取ってて、あれだって止めようかなって。あ、で、で、やっちょが止めたんだね、最終的に。やっちょが止めてくれた。ああ、なるほどね。もう一回。ニュースフルボコタイムだから。痛い、もうこの前、この時点も三脚吹っ飛ばされてる。三脚吹っ飛ばされてから、これだから。これ、次回してこれ、なんでこんなに殴られてんの、多分家来たからじゃない。それか、和道さんのこと言われたから、すごい腹が立つ。恋人だから。あ、それはでもね、恋人の気持ちからしたらね、自分の恋人を言われるのは嫌な、いい気持ちはしないけどね。まあ、てか、やっぱりさ、改めて見たらさ、この人格闘技できるね。すごいよ。すごいよね。足から崩していくもん。うん、いや、足崩れかったけど、腕が痛いんだったから、俺は今。すげえよな。身長差っていうか、のんちゃんはもうぶっ殺す、ぶっ殺す気でしょ。
ガチ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 。かっこいいよ、ね。ママいらっしゃる。よかったらコメント、アンケート取ってください。あなただったら今回の件、警察に届けますか、届けませんか、どうしますか。コートも殴られてる。アンケート。これでミュウツー君がどうなるかとはかかりません。ただ個人的にアンケートを取りたいだけです。すごいよね。結構殴られてるね。すごいでしょ。結構殴られてる。いや、俺何発殴られたかもう覚えてない。さ、30発は超えとろう。30発は超えとろう。これ誰かカウントした人を数えてみる、今から。拳が骨折するまで。この動画で、この動画、もう本当はもっと殴られてるかもしれないけど、この動画で、この動画で何発殴られたか数えてみよう。数えてみよう。数えてみよう。のんちゃんの音。1、2、3、4。なんでこいつらカウントしてんだよ。5、6、7、8、顔面来とるから。9、10、11、12、いや、じゃあミュウツーいるか。これアメリカ人のここにミュウツーがいる。14、一緒に数えてんの。15、16、17、18、19、すごい。20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34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 
殴られてる方が自分が何回殴られたかカウントすんのいいね。35、36、37、いやあのアッパー良かったよ。38、39、アーネスト放送バリの蹴り。41、42、43、44、45、46、47、48、49、まあそうでしょ。だからこれが50、いやその後51、50、まあいいや、その後の話は次に動画流すわ。53、54、55、めっちゃ長いやつあるやん。56、57、58。いや、のんちゃん、金玉も蹴ってるから。金玉も蹴ってるよ。急所狙うよ。60、これ100いくんだよ。ヤマトさん、シュールだよ。61、もう誰も止めらんないから。63、64、65、66、67、68、69、70、71、まあ、女の子だね。72、73、74、75。蹴りはいい蹴り持ってるよね。6、77、78。あ、見えないね。あ、これ100発いっとるね。いや、わかんない、わかんない、まだ90ぐらい止まってそうだね。なんか今の感じだと78でしょ今。70、79、80。蹴りうまいよね。81、82、83、84、85。100いっとるって。86、うん、87、80、88、終わり。とりあえず動画で分かる範囲は88発。お前よかったじゃん。8
の末広がりで。いやいや。って言った後の、あ、この動画見てないから見ていい？うん、この動画見るわ。そうだ。ちょっと知らない動画あるんで。うん、気持ち悪いよな、ミュウツー。でも被害妄想が半端ないんだよね、こいつ。気持ち悪い。憶測ですけど、まあ、のりこが俺にブチ切れとったのは間違いないと思うんだけど、うん、ワドはもう多分ね、正直ね、配信回ってないところで俺のこと殴っていいって言っとったと思うんで。すごいでしょ、病気だよね。例えば のりこ、こいつさ、ほんと病気だよね。ここまでさ、人に嫌われてさ、女に殴られて、で警察にも逃げてんの。でそれで俺のせいにしてんだよ。もう病気だよこいつ。でこれが超面白いんだけど、被害届の件。いやもう病気だと思うよこいつ。取れとったじゃあトレさん来る言うとったわ。なんでワドの顔にシュートしなかったの。するかよ、うん、気持ち悪いよね。でもノリで言っとるだけだろ。外人俺今日フットサルガチで真剣にやっとったからね。ただね、やっぱりね、体力がない。ドリブルで全員抜けるぐらいの体力があったのに、それがない。で、シュートも打とうとしたら、走ってからのシュートだから、キモいよね、全然力。で、被害届出しに行って、被害届受理されてねえの、こいつ。バカすぎるでしょ。被害と、女に殴られて被害届出す方も出す方だけどさ、警察に相手にされてないんだよ。もう、超恥の上塗りなの。超恥の上塗りはバカすぎるよ、ほんとこいつ。てめえでさ、配信者をさ、その理由もなく煽ってさ、で、しまいには人の彼女をさ、煽って、で、ボコボコに殴られて、手が震えるっつって逃げて、助け求めても誰にも助けてくれなくて、しまいにはディスってた相手の俺に、おい、止めてくれよとか言って、バカだよね、ほんと。バカすぎるよな、ほんと。超笑うもん、ほんとに。超笑う。蹴るよな、ほんと。バカだよね、ほんと。バカすぎるよね。うん。バカすぎる。笑うわな、こんなの。気持ち悪い。で、超面白かったのが、その向こうのリスナーがなんか、ミュウツーさん男気ありますね。女に手出さなかったのはかっこいいですよとか言って、なんか褒めてて、ミュウツー調子乗ってんの。当たり前だよ、女に手出さねえの、なんか。笑うわ、こんな。意外妄想が半端じゃないんだよね。そもそも、俺が何かしたかって何にもやってないわけじゃん。彼が勝手にピアピア騒いでさ、勝手になんか殴られて勝手に被害届出してっていうだけなのにさ、もう頭湧いてんなと思って。すごいよね、本当に。いや、女に手出さないのなんか当たり前じゃん、うん、っていうかむしろ女に手出させるなって話だよね。それが出せえわっていう。女の人をあそこまで怒らせるとか、人のリスナーをあそこまで怒らせるのがすごいよね。バカすぎる、本当に。うん、そう、この動画見たでしょ。で、ワドは受理されないことも知ってて全部陰謀だったとか言ってんの。頭開いてるよな、本当に。笑うわ、もう情けないもん。使えないよ。いや、陰謀論に発展していったんだよ、今度は。妄想がすごい、うん。妄想がめちゃめちゃすごいんだよね、本当に。びっくりするよ。病気病気。怖い怖い。
朝ごはんは食べたかな、夜ごはんか、夜中にご飯食べてパン食べたかな。まあ救いようないでしょう、もう完全にプシコ。のんちゃんはもうその後になんかミュウツー殴り終わって、で俺の隣のベンチで座ってタバコプルプル、もう怒りで震えてんのよ。のんちゃんはもっと殴らせろみたいな感じでプルプルって震えながらタバコ吸ってて、でのんちゃん、俺は雑談配信やってた。そしたらのんちゃんがなんか和道さんって言うから、どうしたって言ったら、拳が痛いって言うから拳見せてっつって近くに寄ってパッて見たらぐちゃぐちゃなの。ちょっと待って、のんちゃんこれ折れてるよっつって、折れてないと思うって言ったけど、山本さんに来てもらって折れてますよねっつって、あもう確実に折れてますねって言って、うん、確実に折れてますねっていう話で、で病院といでっつって、あの今だったらあのすぐくっつくからって言って、そういう感じだね、うん、知らない、俺には分かんない全然、うん、なんか俺の予想なんだけど、多分ねアリスのこと好きだったんだよ。で逆恨みでしょ、ミュウツーが、ほらミュウツーアリスの家泊まったりしてたじゃん。だからね、童貞は怖いって話ですよ。童貞恐るべしっていう。そうそうそう、でももう2日経ってるからね、どうなるか分かんないけど。おはようございます。ハートありがとう。治るといいんだけどね。いや分かんないけど、童貞かどうか分かんないけど、俺は童貞だと思ってるかな。いやキモいよね本当に。もうほんと関わりたくないもん。フットサル終わった後とかも、もう普通にリスナーさんとか配信者とキャキャやってるのが、もうこのお通夜だったかんね、こんなお通夜だったよ。北斗打つよ。うん、いやーもうどうしようもないよ。おはよう、うん、よく2日間も我慢したのね。のんちゃんす強いね。いやまあ病院がほら土日だったからやってなかっただけだよ。でお通夜だった後になんか警察に行ったとか言って、受理されるわけねえだろバカが、うん、動画見せたとか言って警官に、恥ずかしくねえのかなみたいな自分がなんかあんなよ身長150センチの47歳のおばさんにボコられる動画見せてどうすんだよって、相手にされるわけねえだろ。頭悪すぎるわ。もう恥の極みだよね本当に。恥の極み。ありがとうございます。ねえ大変だよね。黒幕はあの女だわ。ミュウツーのセコンドに来てほしいわ。いやー、いや俺はもうアリスもブロック入れてるからね、気持ち悪いから。のんちゃんの画鋲つけた時からガチだったんだね。ガチだよ、のんちゃん普通に包丁持ったら刺すよ、あの子は刺すよ本当に。骨まで喋る勢いで、だって被害届出せって言いながら殴ってんだよ。警察呼んでみろこのバカっつって、で実際呼べなかったのよ実際で、後から後出しじゃんけんで出して、そんな通用するわけねえよな本当に、うん、ただ警察行って自分が女に殴られ続けてる動画を警官に見せただけ。いやもうかっこいいよねやってることが。でそれで男だって言ってんだよ向こうのリスナー、バカすぎるわ。どこも男の要素が一つもないよね。粘着質で何ヶ月もね、会ったこともないやつをディスり続けて怒らせてフルボッコにさせる、家に来ても追い返され、
ね、わざわざ高い料金払って家からのこのこ来ても警官、警察沙汰になって終わりでしょ。相手するわけねえだよ。誰だと思ってんだよな。俺和道だぞって。なんでお前みたいな雑魚配信者と絡まないといけないんだよって。まあでも今回ありがたいよね。3万円もらって、ドレさんから3万円のギャラもらって、公開処刑できるんだよ。面白くない？うん。万が一入院になった時、入院とかないでしょ？多分検査をして、今日。で、まあ後日手術するか、そのままくっついてますねって。レントゲン再検査だと思うよ、今日は。まあ一生残るからね、配信者は。うん、今だってさ、あいつ結局警察呼んだの？リスナーさんに警察呼んでくれ呼んでくれ騒いで後から来たの。その時みんな、なんで深夜庁も俺も、あの、何言ったかっていうと、あの、いや何もなかったっすよっつって、で本人もいや何もなかったっすって言ってんの。バカでしょ。でその担当の警官に、お前何もなかったって言ってたよねって、なんであの時被害届出さなかったのつって。ありがとうございます。うん、今回なんでフットサルに殴られた人参加してたの知らない。売名させてくださいって自分からお願いしたんじゃないの。知らん。おはよう。余計受理されないよ。むしろ怒られるでしょ。多分自分の配信では言ってないけど、めちゃめちゃ怒られたはずだよ。お前バカにしてんのって。されるわけねえだろって。いや小さいよね本当に。また沖縄配信とか見たいな。あ、金ください。アイテムください。沖縄いいよ。めちゃめちゃ最高だよ。めちゃめちゃ最高だったよ。あ、いい配信者いるよ。トムっていう配信者、沖縄に住んでるよ。海はまあめちゃめちゃ綺麗っていうか、もう空が広いし、もう風景とか空気感が全然違う。美人な人多いしね。いいですよ。ただもう接客態度はクソだったけどね。トムとかエンジェル、ギノワンとかいるでしょ。パイン園とかあんだ。沖縄旅行に行ったけど最高でした。いいよね。ギマ社長って何？ホームレス。あー懐かしいね。ギマさんだったっけ。あれはニュースだよね本当。あんなことが起こるんだね。和道逃げろでしょコメント欄。和道逃げてはって思ったよ。
あれは神回だったよな、ほんと。閲覧は少なかったけど、あれはいい配信だったよね。ギマさんの放送はね。神回だよね。あれを見逃さなかった人は、得した気分だよね。ワトー逃げろ逃げろ、何のことつって。元気なのかな。まあいろんな人がいるよな、本当に。俺が沖縄に住んでたらギマさんとタッグ組んでやるわ。財布は本当は持ってるっていうのがよかった。なんだっけ、コンビナートの社長っていう設定だよね。よく覚えてるね。そうそう、ギマさん名前。あ、そろそろ行くか、パチンコ。よっしゃ、頑張ろう。スロット行こう。準備するわ。よいしょ、立てるか。いや、今日はなんか勝つそうな気がするな、スロット。ほっぺたがね、太るとほっぺたパンパンになるからね。うさぎプレゼントありがとう。今日北斗。今日も北斗。しんどいね。あのね、ジーパンがその606、裾が小さいのよ。だから脱ぐときにね、筋肉痛プラスね、かかとが引っかかってね、脱ぎづらくても。で、のんちゃん脱がしてって普段だったら言うけど、のんちゃんも手怪我してるから、両方ともね、動けないから二人でぐねーんって寝てるよ。のんちゃん大丈夫かな、怪我。銭湯行こうかな、今日。でも今日リスワン取りたいから。どちらかっていうとね、今日ね、別にスロット打ちたいわけじゃなくて、ビジネススロットなんですよ。あの、配信でリスワン取るために、あの、フォローしてない層の人に向けて、集客しないといけないから。のんちゃん、いや、まあ、のんちゃん普段連絡しないっていうか、まあ、家族みたいなもんだからな、のんちゃんは。連絡しなくても大丈夫。信頼関係から毎日来るから、あの子は必ず帰ってくるから。猫みたいな存在だから、絶対の安心感がある。のんちゃんは大丈夫って。じゃあ行きますか。いや、うん、結構信頼できるね。あの、俺ね、なんかのんちゃんと何かを喋るっていうことほとんどしないんだよね。のんちゃんと日常会話ってほぼないよ。なんか意外かもしれないけど、お互い何にも喋んない。今からスロット行くよ。じゃあ携帯配信に切り替えます。スタンド、あ、あの広角レンズだ。広角レンズを忘れるところだった。じゃあスロットで新規の集客しますか。
スロットマニアがたくさんいるからね、ふわっちには。いきます。じゃあお疲れ様です。次枠いきます。携帯配信に切り替えます。いや勝つんじゃないかな。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。